さっきさスーパーチャットで今月のなんか記念日あったんですけど何だと思いますかってさ、強盗に背中刺された記念日ってさめちゃくちゃ予想外だったんだけど大丈夫？今治ってる？傷って強盗は捕まったんか？団員さんも気をつけてね、団長もいつねなんか背中から敵対勢力のね騎士団から敵対騎士団からさ刺されるかとかね日々ドキドキしながら団長は過ごしてるけど、団長は連れ帰られるから平気平気。どういうこと？え、待って、それ一番やばくないか？誘拐されるってこと？え、やめてよ。でもなんか最近団長さ BL サイトで見てるやつがね、そういうなんか女騎士がそのなんか去年そういうあの連れ帰られてみたいなそういう感じのやつをねちょっと見てたりして、本日は団長の配信を見ていただきありがとうございます。ちょっとアイドルラインの線をねちょっと軽く超えてしまったので配信を終了させていただきます。